レッドソックス FA のジャン・ユーチェン内野手が日本の球団とも交渉か。レッドソックスからフリーエージェントとなった台湾出身のジャン・ユーチェン内野手カッコ28が、MLB だけでなく日本の球団とも契約交渉を行っていると、台湾メディアに明かした。代理人事務所が、MLB 及び NPB の球団と話をしていると明かしたという。また母国の台湾リーグでプレーすることも選択肢の一つにあるという。ジャン・ユーチェンは2013年に海外 FA 選手としてインディアンスゲンガーディアンズと契約、19年にメジャーデビューし、22年5月にパイレーツ、同年7月にレイズに移籍した。今季はレッドソックスで主に遊撃手として39試合に出場し、打率1割6分2厘、6本塁打、18打点、4盗塁だった。台湾代表として出場した3月の WBC では、勝負強さを発揮して台湾の英雄と呼ばれる活躍で母国のファンを熱狂。WBC のベストナインに当たるオール WBC チームに一塁手で選出された。ジャン・ユーチェンがついに日本に来るのか。MLB にも育成制度あるのかと思ったわ。メジャーで二遊間指標プラスで守れるし普通に欲しいわ。台湾はハムという風潮。バッティングがね。内野のサブにいれば役に立つタイプ。育成選手。それじゃはり支配下じゃねえか。守備をうまくしてもっとパワーをつけたか。統合スケアゾハムトレよ。台湾は通用しないっていい加減学べ。外国人枠使ってこれはちょっとね。マイナー契約はしないって言うてたから割と現実的に来そう。メジャーでは打てないだけで日本なら余裕でいける。エンゼルス戦で打った特大ホームランのこいつやべえかん。よくこの打率で6本も打てたな。ジャン・ユーチェンカッコ 28MLB 通算5年235試合、2割4分、20本、OPS 1.624、マイナー通算9年619試合2割5分3厘、81本、OPS 1.765、加藤豪介カッコ 29MLB 通算1年8試合1割4分3厘、OPS 1.686、マイナー通算9年844試合2割5分4厘、55本、OPS 1.740。外国人枠を使う代わりに長打を増やして守備をうまくした台湾勢加藤豪介。セーブでいいやろ。1,2,3 優すべてを5,60試合台守ったことがあるというユーティリティを絵に描いたような選手。